私もハイチさんの事業を拝見させていただいて、ありがとうございます。僕がすごくいいなと思ったのはやっぱりあのハイチさんの表情とか、はい、書いてるところとかも含めて、はい、そういうところがこう一緒に写ってるところがいいなと思って ありがとうございますお作りになってる時に気をつけてらっしゃるというか、はい、なんかそういうのってどんなことがあるんですか？そうですね、ちょっと結構いろんなことがありますけど、やっぱり自分は YouTube を通しているので、まあ、機械を通しただけでも無機質なものになりがちだって思ってるんですね。けれど、うん、授業はやっぱり血の通ったものであってほしいですし、自分はホワイトボードを使ってるんですけど、こう一生懸命説明してるとたまにホワイトボードの足に小指打ったりするんですよ。でその痛っとかっていうのもそれも授業の一つというか自然なものなので、そういうリアクションとか表情とかで自分の字もそうですけど、そういったものを全部含めた上で一個の授業として子どもたちに見てほしいっていうのがすごくあるんですね。先ほどあの拝見させてもらって、あのムーウォークから始まってる授業ありましたよね。すごいいいなと思った、ああいうの先生が思いっきりこう楽しそうにというか導入で喋られて、で掛け合いがあってっていうのをされてるのを見ると、あ、見てる子どもたち絶対楽しいだろうなっていうふうに思いながら見させてもらいました。ありがとうございます。本当にハイチさんおっしゃるように、はい、先生たち最初動画作ろうってなった時に、はい、編集ってどうやればいいかなとか、うん、あ、じゃあこれは後で切ってとかいう話があったんですけど、はい、やっぱりある先生から、はい、そんな完璧のを作ろうと思ったら長く続かないし、授業の時も誰かが言い間違いしたりとか、はい、ちょっとアクシデントがあったのも含めてこう、はい、楽しくやってるので、うん、あの失敗してもノー編集でやりましょうっていうのを、うん、あの先生方それで決めてやってるので、なんかあの、はい、逆に人間らしいっていうか、そうですね、はい、あのまるで教室にいるみたいな感じに逆になれるので、はい、うちの学校の休校中としては、太一さんのおっしゃったこうあの血が通ったっていうんですか、はい、YouTube だから一方通行になっちゃうんですけど、そうですね、っていうのも大事かなと思います。なんでうちあの先生あのねっていうあの書き込めるところを作って子どもたちの反応を見たりとか、どこら辺までできたかなっていうあの確認テストも、はい、マイクロソフトのフォームズっていうのでできるようになったので、はい、そういうのもやっています。ああ、そうなんですね。あとあのぜひお聞きしたいのは、はい、学校来れればそれで一番それはいいんですけど、はい、これから学校に再開して授業が始まっても、はい、自分で病気を持っててコロナが怖いなと思って来れない子とか、うん、あるいはそのコロナがあってもなくても学校に来れなかった子とか、はい、なんかこれからこれが問題提起になって、はい、授業が変わっていかなくちゃいけないのかなっていうのを感じてるんです。はい、そういう子たちにはこれからどんな風にしていったらいいのかなっていうのもありますし、メディアを作っていったらいいのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思います。まあ、今回このコロナの関係でオンライン授業だったりとかその映像で学ぶっていうことがものすごく急に浸透したと思うんですよね。で、まあ、確かに先生おっしゃったようにうちの YouTube のチャンネルには学校行けてない不登校の子で使ってくれてる子が非常に多くてですね、その映像授業があるんだったら学校行かなくてもいいじゃんっていうのも自分は違うと思いますし、学校で学べるいいことが絶対プラスとしてある。で、自分らの勉強っていうのは学ぶことはできるかもしれないですけど、例えばそこの人と人のやり取りとかっていうのは絶対に学ばせることはできないので、あくまでサポートツールでしかないんですよね、自分の授業っていうのは。ですけどいろんないじめの状況とかがあって学校に行けない子たちがこういうもので勉強するのもありだよねっていう、そういうのがまだやっぱり日本には今ないので、だからそういう選択肢でも大丈夫なんでありなんだよっていう、いろんな選択肢があっていいんだよっていうのを、まあ、作るきっかけという言い方は合ってるかわからないんですが、そういう風な風潮がちょっとできていったらいいなと個人的な願いとしては今思ってますね。うん、ちなみにちょっと自分も一つお伺いしてもいいですか？はい、あの先ほど授業の撮影見させていただいて、おそらく本当最初からああいう形ではなかったと思うんですね。それは毛利校長は校長先生としてこういう風に授業をやっていってくださいっていうなんかこう指示出しとかをされたんですか？それとも先生方に好きにやっ
ってごらんみたいな感じだったんですかね。あのですね、はい、うちの学校の先生がすごいなと思うのは、はい、オンラインで動画を見せられたらいいねっていうお話はして、はい、1回目はこうやるとホームページに上がって、はい、で YouTube の限定公開して貼り付けるとこうやってできますよねっていうので、あの1日目だけは僕撮影したんですね。で次の日からも撮るんだったらあのいつでも撮影に行くので言ってくださいって言ったら誰一人声かけてくんないんですよ。で、あ、嫌なのかなと思ったら、はい、自分たちでもうどんどんやっちゃうんですよね、うん、僕はあのその動画は後から見ますけど、はい、楽しいなと思って管理職としてチェックするんじゃなくて子どもたちと同じように、はい、あの先生の授業面白いねみたいな、うん、あの楽しんで見てるんですけど、はい、僕が1回目に言った方法じゃない方法をもっと見つけて、うん、アカウントも学年ごとに全部自分たちで撮って、はい、で自分たちでどんどん工夫して、やってるんですね。うん、先生方のスキルってすごいし、はい、やらされてる感が全くないんですよね。今その毛利先生がおっしゃった言葉ですごい自分ちょっと感動したのが、管理職としてチェックをするのではなくて子どもたちと同じ目線で動画を見るとおっしゃったじゃないですか。実は今自分のところに学校の先生からの相談も結構いただいてるんですけど、動画を撮るじゃないですか。やっぱりそれを一回校長先生通しますよね。基本的には見てもらってから投稿ってとこがやっぱ多いんですけど、頑張って作ったものを却下されるパターンが非常に多いって悩まれてる方がいらっしゃって、いろんなこう工夫を持ってやったんだけど、この発言は親からクレーム来るからここ使わないでとか、例えば顔出して撮ってみたんだけど、いや顔が出ると個人情報触れるから多分誰かに言われるからやめてくださいとか、割とその校長先生とか管理職の方のチェックで引っかかって一生懸命作ったのにっていうので結構悩まれてる方多くてですね、でもその毛利先生みたいにそういう風に言っていただけたら先生方すごくなんかやりがいがあるだろうなと思って。きっとそれはあのうちの学校は、はい、新しくできた学校で、うん、校則もそんなにギチギチしたものもなくて、はい、僕の後ろにあの横で緑の学園って書いてある長い半紙の貼ってあるの見えますか、はい、あります。これも書いてねって言ったんじゃなくて、僕が4月に、はい、それぞれ皆さんが得意なことがあるだろうから、でなんか学校のためになることがあったら教えてねって言ったら帰ってきたんです。そういうのをそれぞれ自分で考えて送ってくれるんですよね。僕ができるとしたら、はい、やっぱりその子どもたちの活躍したのをいろんな人にね教えてあげたり、あと頑張ってる先生たちを紹介してあげたりとか、はい、本当にあの日本の先生って、はい、世界一素晴らしいと思っていて、うん、はい、よくブラックって言うけど、はい、先生たちが時間があればもっとたくさんノートをゆっくり見てあげようとか、わからない子どもたちにプリント作ってあげようとか、自分でブラックにしちゃうんですね。でも先生たちはそれを充実感だと思ってやってる先生も多くて、うん、先生大丈夫、もうそれはいいから自分の家庭もあるよみたいな話を逆にするぐらいで、うん、先生たちのすごいですね。あと太一さんの話を聞いて僕は、はい、僕はあのいろんな学び方があっていいなと思って、うん、学校にもちろん来て、はい、やっぱりその基本人と人とのつながりがあって、うん、それで自分を高めたりね、はい、友達と高め合えればもちろんそれが一番いいと思いますけど、はい、中には、愛知さんのその動画を見てそれが本当の助けになってやってる子もいるので、はい、やっぱりその担任の先生のように思ってらっしゃる生徒さんもいるんじゃないかなと思うので、うん、はい、ここはあのぜひこれからも子どもたちのためにやっていただければなと思います、はい、ありがとうございます。なので普通投稿が始まれば我々もオンライン動画を作ることはなくなると思うんですけど、うん、はい、またこの、コロナの第2波に向けては、うん、今回この休校になってすぐこれが始められたのも、はい、普段からあの ICT を活用して授業を皆さんがされてるんですね、うん、はい、なので何の違和感も
なくできたのが良かったなと思うので、はい、これからもハイチさんっていうお手本が教えてもらったので、いやいや、これから皆さんにも紹介してですね、動画作りのために参考にするっていうよりも、はい、授業作りのために参考にさせていただけたらな、勉強させてもらえたらなと。いえ、ありがとうございます。恐縮です。いえ。で、最後に一つ質問させてもらってもいいですか。はい。先生の学校はですね、おそらく ICT とかプログラミングとか SDGs に関してはもう先進校というか力を入れてずっとやってきた学校だと思うんですよね、はい、でその ICT をふんだんにこう活用してきた学校 その校長先生だからこそ、今まあウィズコロナになって、おそらくいつかはアフターコロナがなった時に教育って変わると思われますか。僕は大きく変わらなければならないと思う。ではい、コロナが流行して、はい、学校も休校になったり、まあ、何ヶ月もお休みになりましたけど、はい、これを悲観してばっかりだと前に進めないんですよね。なのでそれをその休校の時に普段もっと授業を大事にしなくちゃいけなかったんだなとか、うん、あと ICT があればこんなことができるんだなとか、これからさらにその ICT を活用した授業を加速してですね、我々が今考えているのは学校と家庭の学習をシームレスにするっていう、なので明日台風だから休校ですっていう時には、はい、大変だ大変だじゃなくて、うん、あ、じゃあそれはオンラインで出席取って、じゃあ時間割通りやるよみたいな、うん、ただ家にいるだけですけどね、はい、になるといいなと思っていて、なるほど、うちは先進校だからできるんでしょって思われるかもしれないですけど、国で一人一台を目指して本当に補正予算も組んで今年多くの自治体入るんですね、はい、で入った時にコロナ終わったんだから家を使わなくてじゃなくて、この教訓を生かして普段の授業で例えばグループ学習になった時に一つのグループは NHK フォースクールを見て、一つのグループはハイチさんの授業を見て、うん、あるグループは研究所とテレビ会して、うん、みたいなね、はい、そういう学習がどんどん展開できてくれば、はい、でそれで学習の方法が一斉授業からそういう問題解決学習になっていくチャンスとなればね、この休んだ後も逆にためになって、はい、もう休んだ期間の分なんかあっという間に取り戻せて、うん、すごい子どもたちになるんじゃないかなと、うん、もうそう思って、はい、やろうと思ってます。ありがとうございます。ハイチさんともお知り合いになってたので、いい情報があったら教えていただきたいな。ぜひ本当コロナが落ち着いたらいつか学校の方に遊びに行かせてください。ぜひぜひ、うちの、はい、今生徒で、はい、YouTuber になりたい子がいるんですよ。あ、本当ですか。ぜひお越しいただければな。ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。